青森放送株式会社は青森県を放送対象地域とし、中波放送及びテレビジョン放送事業を経営している特定地上機関放送事業者である。略称は開局当初の局名、ラジオ青森から RAB。筆頭株主は県域紙の東欧日報社。経営や東欧日報ニュースなどの報道で特に深い関係にある。なお、 テレビ放送局としては、日本テレビ系列でありながら、読売新聞グループ本社、日本テレビとの資本関係は、今日に至るまでないが、報道関係では、選挙に関するアンケート調査などを RAB、読売新聞共同で行うことがある。かつては、テレビ朝日系列にも加盟していたが、朝日新聞社、テレビ朝日との資本関係も今日に至るまで、同様にない。 ダイヤを各局に共通して、青森県に系列局がないテレビ、東京や富士テレビの番組も一部版ハネットされている。テレビとラジオで放送されている長寿番組、RAB ニュースレーダーは、ローカルテレビ放送局における夕方のニュース番組の草分け的存在とされている。ラジオは JRN と NRN のクロスネット局、テレビは日本テレビ系列に加盟。 1975年に青森テレビがアンを離脱してから1991年10月に青森朝日放送が開局するまではアンとのクロスネット局だった。呼び出し符号はテレビがジョガー DTV、ラジオがジョガーである。音声多重放送は1990年10月開始と他の地方局よりもかなり遅い12月。逆に最も遅く開始したツボネは、 北海道内民放各局の函館、室蘭、旭川、帯広、釧路、網走地区の2007年10月だった。2001年11月19日よりテレビは24時間放送を実施している。なお、日テレニュース24が休止される場合でも原則完全停波せずカラーバーを流している。緊急警報放送システム実施局であり、 テレビでは2011年7月20日までの毎週水曜日早朝の番組開始前にアナログ放送のみ試験信号を発信していた。なおデジタル放送では試験信号放送の間は番宣スポットに差し替えていた。現在使用されているマスコットキャラクターは青森県が生産日本一のリンゴをモチーフにしたラブリンキャッチコピーはホッとするね。RAB である。 いずれも、開局50周年の際に一般から募集したものであり、2003年4月から使用している。なお、2008年4月から12月までは、テレビラジオの両方で、開局55周年記念として、あ、RAB が流れた。ただし、ラジオでは2009年に入ってからも、当面の期間、あ、RAB が流れていた。 テレビの年間、年度視聴率は20年連続で、県内の放送局では、ゴールデンプライム、全日ともに首位を獲得している。また TV ジャパン2009年6月発売後によると、ズームイン、スーパーリブが平均30%を記録しているという。2007年4月まで社員として勤務していた、稲合平は、マルチタレントとして、現在は全国的に有名である。 廃止された社、死者、死局企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出典、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、2016年3月31日、青森放送では、以下の5冊を発行している。放送時間、月曜未明0時30分4時を除く24時間。 ただし、以下のように月曜未明の放送終了時間の繰り下げや放送休止のない日がある。FM 保完中継局の親局下構想青森放送が加盟する日本民間放送連盟では FM 保管中継局制度を見直す方針を2019年に公表。連盟に参加する AM 放送事業者が2028年までに AM 放送免許の更新時期を迎えることを踏まえて民放 AM 局独自の経営判断によって AM 放送から FM 放送への転換が可能になるような制度の整備を求める要望書を総務省が設置する放送事業の基盤強化に関する検討分科会に提出した総務省も2020年10月に民間ラジオ放送事業者の AM 放送の FM 放送への転換等に関する実証実験の考え方を公表したことから民放 AM47 局で組織するワイド FM 対応端末普及を目指す連絡会では44局が2028年秋までに FM 局への転換を目指していることを2021年6月15日に発表したこの発表の時点では AM 局から FM 局への転換において 従来の AM 放送を停波するというパターンや、従来の AM 放送を補完的に活用するというパターンが想定されているが、青森放送からは、親局化の時期や、具体的な計画が、明らかにされていない。東北自動車道、坂梨トンネルの堀線、東北自動車道、亀田山トンネルの堀線や、国道4号青森東バイパス、くぐり坂トンネルでは、 ラジオの再送信を行っている。道の区有料道路道の区トンネルでもラジオの再送信を行っていたが、2012年10月7日現在、再送信を中止し、トンネル入り口にあるラジオの周波数表を示した案内板からは、青森放送の案内員が削除されている。有線では、青森県内でケーブルと衛星 NTT 公回線経由で再送信を行っている。 2014年10月1日12時より、株式会社、ラジコの IP サイマルラジオサービス、ラジコ .jp およびラジコ .jp プレミアムでインターネット全国配信を開始。本社 Q、ラジオカー4月から1991年9月まで NNN1 とのクロスネット局であったが、1977年度の東欧年間にはニュースの多角化を狙って、 案に順加名と記載されている。なお、昭和天皇が1989年1月7日に帰徳になった時は当局への連絡はテレビ朝日が先だった。なお、ニュースネットに関しては NNN のニュースは全時間帯で放送していたが、案のニュースはお昼と日曜の朝しか放送していなかった。この点が同じ NNN と安とのクロスネットだったテレビ新集とは異なった。 1991年9月まで NNN とアントのクロスネットでありながらフジテレビの番組も同時ネット、スポンサードネットを含めて多数放送されていた関係で1週間の番組比率では本来の系列であるテレビ朝日の番組よりもフジテレビの番組が上回ることが多かったクロスネット時代の番組比率は基本的に日本テレビ6テレビ朝日に 富士テレビ2である。ただし、クロスネット時代だった当時、1987年3月31日、1988年12月31日、土曜日、1989年4月15日と、翌16日24時間テレビ放送日のいずれの、プライムタイムは、クロスネット編成ではなく、フルネット局と同じ編成を行った。 1988年当時の番組表によると、平日の帯番組は、早朝が、ズームイン。朝。朝のワイドショーは、テレビ朝日の、モーニングショー。昼は、思いっきりテレビを13時20分で飛び降りし、富士テレビの、ライオンのいただきますを30分遅れで放送。14時からは、テレビ朝日の昼ワイドショーを2時間遅れで放送し、15時からは、 フジテレビの3時のあなたタイムさんを同時ネット。16時台と17時台は大半の曜日がフジテレビやテレビ朝日のバラエティ番組やアニメとなっていた。ゴールデンプライム帯は大半が日本テレビの番組であるが22時台を中心にテレビ朝日の遅れネットワークも少なからず存在している。深夜は 午後11時のネットが1977年9月を持って打ち切られたため、今日の出来事終了後、23時35分より、各系列の遅れネット番組という流れであった。土曜日は午前中を中心に、憲法連の健やかさん、金刊四郎と民謡名人戦、健康クイズといった、フジテレビの同時ネットワークが多数存在し、午後は火曜22時が、 テレビ朝日ネットワークとなった関係で遅れ、放送となっていた火曜サスペンス劇場を放送。残りは特番などを含めて、フジテレビ中心の編成となっていた。土曜の22時からは、テレビ朝日の土曜ワイド劇場を1時間遅れで放送したため、土曜22時台と23時台の日本テレビの番組は遅れネットとなった。逆に日曜日は午前から夕方にかけて、 各系列バランスの良い配分となっていた。系列上は日本テレビとテレビ朝日のクロスネットであるが、事実上日本テレビ、テレビ朝日、富士テレビのトリプルネットに近い番組編成であった。なお青森テレビでのテレビ朝日系番組は、1975年4月以降、原則として朝日放送、名古屋テレビ制作番組を主体としたネットであり、 富士テレビ系に比べると極端に放送される番組が少なかった。その上青森放送が放送しなかった日本テレビ系番組もごく一部が青森テレビで放送されたため青森県における全体の放送番組数では富士テレビ系がテレビ朝日系を上回っていた。テレビ東京系の番組に関しては青森放送の番組枠は少なく 大半が青森テレビの放送となっていた。青森テレビでは平日の17時から笑っていいともが放送されていた上、青森テレビでも土曜日は富士テレビ中心の編成を組んでいたため平日17時台や土曜の午後などに青森放送、青森テレビとも揃って富士テレビの番組が放送されることが多かった。なお、 1970年代後半から1980年代前半の期間にかけて青森放送から青森テレビに移行した富士テレビ系の番組があった。ABA 開局直前時点のゴールデンプライムタイムの編成青森本局2006年7月1日5時45分により地上デジタル放送及びワンセグが開始された。呼び出し名称は青森放送デジタルテレビジョン。 地上デジタル放送の送信書は、アナログ放送親局を設置していた高森さんでなく、青森テレビと青森朝日放送の機関送信書と同じ位置の馬の神山に設置された。日本テレビ系列では、北日本放送、日本海テレビ、四国放送と共に、アナログ親局の 1CH を踏襲した1。このため、当初、一を希望していた NHK 青森放送局の 総合テレビもアナログ親局 3CH を踏襲した3となった。日テレの東京アナログ親局チャンネルだった 4CH をベースに日テレ系列の標準番号となっている4は財政局ではどこも使用していない。中継局アナログテレビ放送2011年7月24日、定波時点地上デジタル放送とアンセング、日本テレビ系列のリモコンキー ID 地図あたり。 放送局のリモコンキー ID は1を使用していて、東北地方の NNN 系列局では唯一4を使用しないつぼねであり、アナログ親局のチャンネル番号を引き継いだつぼねである。なお、NNN 系列局でリモコンキー ID に1を使用する放送局は、当局、北日本放送、日本海テレビジョン放送、四国放送の4局である。 2007年8月1日に開局した上北、八のヘデジタル中継局開局告知スポットでは、生テレのスタジオが使われ、NHK 青森や ATVABA でも流れている。HV ハイビジョン制作のテロップは、県内民放で唯一、ほとんどの番組で表示していた。自社制作以外の自社ネット番組によるハイビジョン放送は、意外にもキー局である。 日本テレビ制作の番組が、他系列在京キー局や在阪局、在名局などの番組よりも開始が遅れていた。2007年10月に、ところさんの目が点、と、メレンゲの気持ちがハイビジョン化されたことで、時差ネット番組のほぼすべてが、ハイビジョン対応となった。日テレ系の番宣 CM については、本放送開始当時からハイビジョンに対応していた。ウォーターマークは、 2009年4月3日から表示を開始したが、これは財政局や NNN 系列局の中で最も遅いものであった。また、2009年1月12日よりアナログ表記がアナログ放送の番組内で表記されるようになった。なお、戦術の通り、2013年2月26日からワンセグモウォーターマークの表示を開始した。全国放送用の中継回線は、 2009年5月にハイビジョン回線に更新し、日本テレビ系列や BS 日テレなどでの放送も4、3のサイドカットなしで視聴できるようになった。その他アナログ放送のサービス放送を開始した当初、岩手県日光郡福岡町で福岡町民が約150万円を出資して共同受信施設を建設し、RAB の番組を視聴していた。さらに、 受信報告書を青森市の RAB 本社に送っていたという。また、秋田県大館市からは、テストパターンを写真撮影したものが RAB 本社に送られたという。青森県内で受信したのと変わらない、受信品質だったとのこと。秋田県和野郡群おさり沢町のオ沢公民館にてテレビを利用し、夫人の教養工場のためテレビ学級が開設された。 昭和34年頃に、秋田県北部の一部地域、和野郡小坂町、大館市では、NHK 秋田放送局やラジオ、東北テレビ自体テレビ放送が開始しておらずかつ、テレビ中継局すら整備されてなかったため NHK、NH 青森放送局やラジオ、青森テレビを視聴している過程があった。それ以前は、青森市内及び、秋田県大館市内、 数の郡内の一部地域で NHK 函館放送局や HBC、北海道放送を巨大なアンテナを高く立てて電波を受信していた。受信状態はスノーノイズであり、地元では雨降り映像や雪降り映像と呼ばれていた。青森送信所及び御所川原、八戸、八戸沢里、西田後、海上、南部、小波田、長和県吉、白、 古野の牛川東通り入り口大間平の各中継局についてはデジタルテレビ中継局の地局予定がなく2011年7月24日24時前の定波をもって廃局となった。なお、くぐり坂中継局については2011年7月24日のアナログ放送終了で一旦中継局が廃局となったが2012年12月1日に デジタル中継局が開局したため、事実上の再開となった。ほぼすべての番組をハイビジョン制作で放送。在野を民放テレビ局では唯一、ドラマなどの再放送を行っていない。自社制作番組すべてハイビジョン制作で放送。ブロックネット番組かつて日テレ系、東北ブロック番組の一部において、青森県では RAB2 ではなく、 JNN 系列の ATV にネットされていた時期が、あったからは RAB にネットされることになる。逆に、サンデートーク、今、キラメーテといった仙台放送制作の FNS、東北地区ブロックネット番組は、青森地区ではもともと RAB が放送していたが、1995年4月に、今、キラメーテの放送期間途中で ATV に移行した。 北東北三局ネット、東北民放テレビ六社会日本テレビ、系列番組系列外の番組フジテレビ、系列テレビ、東京系列民間放送教育協会共同、制作自社制作番組た系列の番組、フジテレビ系制作局で現在でも放送中の作品は、印を併記した。土曜ドラマ劇場土曜日の12時12時55分に放送。基本的には、 フジテレビ火曜21時台のドラマを、おおむね1クールから1ヶ月遅れで放送しているが、一部、シリーズものの作品については、ATV との番組交換が行われている。なお、前クールの作品が最終回を迎え、次の作品が開始されるまで期間が空いた時は、単発番組及び日テレ系や富士系の、バラエティ番組で穴埋めする。量が多いため、伸縮型のメニューとして掲載する。 右にある、表示をクリックすると一覧表示される。フジテレビ火曜九時枠の連続ドラマその他の放送枠、その他テレビ東京系他テレビ朝日系1991年9月30日まで。なお、ABA で再放送が行われた番組には、印を、ABA 開局時にこうした番組には、印を併記した。他多数 TBS 系。 魔法少女窓かま議会以外は1975年3月まで。ATV 開局まで UHF アニメ、青森県は深夜アニメの放映が極めて稀である。一方で UHF アニメに関しては青森朝日放送でネットされる作品があるなど、大都市圏に属さない地方としては放映される作品が比較的多い。隣接する秋田県でも同様である。 RAB だけでも、札幌テレビ、福岡放送などの同一主要系列局、さらには、テレビ、東京系列局、テレビ瀬戸内よりも、放映実績が多い。ただし、RAB に関しては、かつての KSS 及び、関連会社制作作品がほとんどである。すべてシニア。その他、ABA 開局まで、ミネットだった NNS の番組、ABA の開局まで維持。 遅れネットだった NNS の番組通常は、全国ニュースでも、RAB ニュース速報で放送しているが、フィラーで放送している。日テレニュース24内ではそのまま、NNN ニュース速報としている。地震速報はかつて、RAB では、NNN 共通のものと、RAB 独自の2種類の速報テロップを使用していた。土砂災害警戒情報も通常の速報音が流れる。 また、緊急地震速報は、県内で強い揺れが予想される時のみ、番組本編、CM 中間系なく表示される。なお、速報音は NHK などで流れるものではなく、通常の速報音が使われる。日本テレビ BS 日、テレニッテレニュース24と異なり、RAB ニュース速報終わりといった終わりの表示が、されている。ちなみに速報、警報音は、 日本テレビで1台前のものが使用されている。なお、BS110 度 CS 受信機器があり、かつにテレニュース24と契約すれば、青森放送、BS 日、テレニテレニュース24で3種類の速報音を聞くことができた。CM が入る1秒前には、表示中でも強制的に消去される。速報表示の際、速報音が鳴らなかったり、 普通はテロップを2回出すところを NHK のように1回しか出さなかったりと表示方法が曖昧になっている。NNN 系列の気象庁、新 ADESS 速報システム対応化に伴い、速報系統について2011年5月19日より、新テロップ類が送り出された。気象庁、新 ADESS 速報システム対応化により、東北地方や青森県に関連する、 適時情報を従来よりも早く創出できるようになった。地震速報では、震度の下に、震度ごとに、色の異なる河川が引かれる表示法は、従来の1文字ずつの表示から、一度に表示するものになった。表示開始時は、従来通り、RAB 速報で、RAB の部分は局のロゴマーク、終了時も、RAB 速報終わりの表示をする。速報音は更新せず、 従来通りの蒸気、日本テレビで一台前のものである。なお実震速報では、軽微な震度の場合のみ、速報音は省略されている2011年7月24日、までは SD 解像度で運用だったが、アナログ放送低波翌日の7月25日より、HD 解像度で喪失。なお、ワンセグでの表示は、在青テレビ局で唯一、一切行われていなかったが、 2013年2月26日からは時刻、天気ループとともに速報テロップの表示も開始した。放送開始アナログ放送映像は青森県内の四季の風景を冬から順に紹介している。観光 VTR のような仕上がりになっている。放送時間が2分20秒と少し長い。OP の BGM は1993年頃の アジガサワ・は赤カ中継局開局までは約4分で途切れなく流れていたが、アジガサワ・赤カ中継局開局後はカラーバーから中継局ロールが流れる画面に変わるときに最初の部分からの繰り返しになり、日テレニュース24の放送開始からは2分20秒のショートカット版が流れている。なお、2008年7月24日から地上アナログ放送終了告知画面が 曲名告知終了直後に30秒間 BGM アナウンス付きで放送されている。告知画面は一般的なブルーバック画面である。デジタル放送デジタル放送も青森県内の式の風景を紹介。アナログで実施している中継局のチャンネル案内はない。放送終了アナログ放送夜の RAB 社屋を撮影したものである。縦に RAB と掲げられている鉄塔のアップから次第にカメラが引いていき、最後には局舎全体が映る。現在の映像は2台目で、初代も内容は同じだが、最後に局内と鉄塔の明かりが全部消えるものだった。この映像は放送設備点検の日のみ放送される。冒頭に、放送終了時は最後に大きな文字でジョガー TP とテロップが出る。そして、 古池武史アナウンサーのナレーションで、ジョガー TV や青森放送テレビジョンですと流れる。アナログ放送の EDBGM は1980年代中頃までは、OP と別のものが流れていたが、そこから1990年代中頃までは、OPBGM のショートカット版が流れ、その後は再び ED 専用の BGM、ジャネット K、カプリコームウーマンが流れている。なお、 日テレニュース24の放送開始後は、放送機器整備点検等で、日テレニュース24休止時のみしか流れなくなった。2005年12月1日より、東通り入り口のテレビチャンネルが 45CH、60CH に変更されたことに伴ってか、OPED どもに、テロップが若干修正されている。映像は変更、追加なし。なお最終番組終了後はすぐ、 日テレニュース24が始まり、その際には、ここからは日テレニュース24を放送しますのテロップが入る。NNN24 時代の頃は、RAB の鉄塔と青空の静止画に、この後、NNN24 をお送りします。の文字を重ねた映像が10秒間放送される。松尾しおりアナウンサーのアナウンスが流れた。デジタル放送映像は、 広崎城天守と夜桜黒い中のもみじ山の夜景。合計1分15秒。クレジットは5秒から右下に、ジョガー DTV 青森放送デジタルテレビジョン。55秒から秋山広子アナウンサーのナレーションで、こちらは、ジョガー DTV 青森放送デジタルテレビジョンです。2020.1220より新バージョン。アナウンスは桑野エリアナウンサー。 カラー放送開始昭和の終わり頃1990年代初頭まで釈迦 RAB ソングのインストがテレビ放送開始終了の BGM として使われていたこの曲は現在もラジオの放送開始終了時に使われているがここでは米沢明子のナレーションで RABRAB こちらは RAB 青森放送ですとコメントしているまた 1980年代のオープニング、クロージングは、ブルーバックで各中継局チャンネル番号が表記されていた。この時は、中継局のチャンネル番号は低い順から表示され、最後は 60CH という表示であった。また、クロージングでは、RAB ラジオの告知もあり、この後、RAB ラジオの番組はご覧の通りです。というアナウンスもあった。 同時期のカラーバー部分では、松岡直也のフリーボイッチが使用されていた。カラー放送開始まで RAB の初代ロゴにバックしたテロップズーム、青森放送テレビジョンとアナウンス RA、RABRAB 青森放送テレビジョンです。報道局アナウンス部所属。括弧内は入社年。丸は元放送部長。女性は1990年まで。 青森県出身者に限定していたが、1991年入社より県外からも採用。月が書かれていない人物のほとんどが4月1日は現在番組出演をしているもの。青森県内ニュースは昼と夕方の2回動画配信を実施中である。ただし、土曜、日曜、祝日と年末年始放送分は動画、文字配信ともに行われていない。なお、 ニュース以外で生テレや喝采青森で放送された内容も一部動画配信されている。青森市の長島交差点近くにある東京会場日動火災ビルに青森放送の関連会社である RAB 企画の電光ニュース板、コンピュートサインがありニュースや天気番組案内をはじめ企業 PR 販売促進告知広報 イベント、祭事の案内等を流している。以前は、電球式だったが、現在は LED で、複数色表示できるようになっている。放映時間は7時30分から21時30分まで。かつて NTT 青森支店鉄道に、情報カメラが設置されていた頃は、RAB ニュースレーダーのエンディングでこの、電光ニュースイタを映し出していたこともある。 また、少し、前まではこの電光ニュースイタは、青森駅前にも設置していたことがあった。青森空港ビル2階、登場口保安検査場前には、青森放送の子会社である、RAB 企画の電光ニュースイタ、グラフィックサインがあり、観光、物産、企業 PR、技術開発 PR 等を流している。放映時間は時分から時まで。現在過去に、 設置2005年2月21日6時16分頃、むつ市にある、釜伏山テレビジョン中継局近郊にある変圧器が、雪の影響による着氷で機械がショートするトラブルが発生し、テレビの送電が中断してしまった。このため、むつ市を含む周辺の4市町村で、同日17時25分頃に完全復旧するまで11時間以上に、わたって、 番組が放送できない状況が続いた。送電は11時30分過ぎに再開されたが、番組の受信作業に時間がかかった。2005年11月8日の20時頃から22時前にかけて落雷の影響により、五所川原市にある五所川原テレビ中継局からの放送ができなくなった。好天であったとはいえ、視聴率の上がる。 時間帯での放送中断で、西北郷地域の約5万世帯では、踊る、三マ五点の OP を除くほぼ全編と、ドラマコンプレックス、理由、日テレバージョンの前半が視聴できなかった。上記2件のケースは一部地域での放送中断である、ため放送できなかった番組が再放送されない。東放送局では、NHK と同様、ゴールデンウィークを、 大型連休と言っている。ただし、一般番組では稀に、ゴールデンウィークの表現を使用している。青森放送は2005年から2011年までの7年間、全国の放送局では、唯一、24時間テレビ、愛は地球を救うと、ラジオチャリティミュージックソン、通称、ラジソン、NRN 両方を制作、放送している。2004年度までは、 札幌テレビも2番組を制作、放送していたが、ラジオ部門が STB ラジオに分社化したため、テレビのみの放送となっている。なお、この唯一体制は2012年に西日本放送がミュージックソンに参加することになったため解消している。24時間テレビでは、放送約2ヶ月前より、共産者、団体のスポット CM が流れ始める。また、 ラジオでも深夜のネット番組間のステーションブレイク枠を中心に募金受付の1分間スポットが流れる。BGM はおなじみのサライである。なお、募金受付終了の8月31日まで募金募集のスポットが放送される。ラジソンでは11月頃から24時間テレビの時と同様、ステブレ枠を中心に募金受付の1分間スポットが流れる。 なお、募金受付終了の1月31日まで、テレビラジオでスポットが流れる。24時間テレビのメイン会場は2005年から、イオングループが協賛に加わった関係で、ジャスコ青森店をキーテナントとするサンロード青森になっている。前年までは、イグループが協賛していたため、県内の伊東洋華堂にも中継基地を設けていた。なお、ラジソンのメイン会場は、 RAB 本社である。2006年度のラジソンは青森トゥデイを休止して4時間延長し、12月24日12時から25日16時まで28時間。2007年度のラジソンは同様に5時間5分延長して12月24日11時55分から25日17時まで29時間5分の放送となった。 2011年は12月25日が日曜で、ラジオにおいでよ終了時間まで放送可能だったが、15時までの放送だった。青森の本社が取材するニュース映像は、地上デジタル開始当初からほぼすべてがハイビジョン映像になっている。また県内各支社、市局からのニュースもハイビジョン機材への更新を積極的に進め、2008年4月には、八戸、 広崎支社、同年10月までに、陸津、古所川原、戸和田市局のニュースもすべてハイビジョン映像になった。NNN 全国ニュース向けの映像は、地上デジタル開始後もキー局との中継回線が4、3の標準画質方式であったため、ハイビジョン取材でも映像がダウンコンバートされていたが、2009年5月に回線設備が更新され、全国放送でも、 局者経由の映像はすべてハイビジョン画質で創出できるようになった。また、ハイビジョンの衛星中継者による全国中継は以前から行われていたが、この場合はキー局側の局者にあるパラボラアンテナで受信したものをそのまま放送するため、テロップ挿入はキー局が行っていた。ズームイン。スーパーの中継では地震などの緊急時を除きこの携帯を取っていた。 通常東京都内のニュース取材は、キー局の日本テレビが担当するが、青森県知事の陳情やカーリング、チーム青森関係など、青森県が関係するニュースの取材は、東京支社が担当し、RAB のニュースでは、RAB 東京のクレジットが出る。大阪支社からのニュースも、同様のケースが取られる。なお、東京支社、大阪支社からのニュース映像は年に、 ハイビジョン化されている。1983年5月26日に発生した日本海中部地震では青森市の青森市農業会館で行われた青森県農業政策会議に当局取材クルーが遅れて到着したがこのことによって地震発生の瞬間を偶然撮影できその時の映像が NNN や案および全世界へ向けて発信された。なお他局は 地震発生前に現場を引き上げた後であった。1990年代初頭まで6時ないしは6時5分だったが、1970年代末期から1980年代前半の一時期や1993年春頃からの1年間、自主制作の対談番組やコンサート番組放送のため5時20分もしくは5時30分開始となっていた期間があった。 現在の放送開始時間は基本的に4時45分である。ちなみにテレビ放送を開始した頃は11時30分から放送開始だった。また1975年6月7日から9月1日まで放送大学実験番組放送のため5時10分または5時40分から放送開始した時期があった。湾岸戦争中には フィラー枠で日本テレビと同じ内容を放送していたが日本テレビの放送開始が当時5時だったため5時から RAB の放送開始時刻である6時までの1時間ブルーバックで湾岸戦争に関する新しいニュースが入り次第お伝えします RAB 青森放送の字幕を流していた2007年11月から2008年3月まで同じ青森市松森に本社を置く 青森テレビと共同でチーム守るべ、青森と題したエコプロジェクトを行っていた。なお、青森放送独自の取り組みとして2007年からは、テレビラジオの両方で環境キャンペーン、早そ々うそう、私もエコライフを展開している。2009年11月から、東北新幹線新青森開業に向けてのキャンペーン、結集、青森力に協力しており、 相対138万青森県民からの手紙というタイトルでラジオテレビで毎日放送していた。ラジオでは交通標語 CM が2時間に1回のペースで流れるがどれも1984年のスローガンが使われており当時のヒット曲のイントロをバックに流れていた。2006年より交通標語の背後に流れる BGM が変更され新しい交通標語も,も放送している。 2009年9月30日2時48分に発生した M8.3 のサモア沖地震の際、約6時間後の9時に気象庁から津波注意報が発表されたにもかかわらず、当初は RAB 津波速報として流したものの、沿岸部の発表地域を色分けした日本地図の表示は10時過ぎまでなされなかった。なお、この地震で青森県内では、 八戸市で10センチメートルの津波を観測している。2010年2月28日に発生した地理地震の際、県内の沿岸に大津波警報、津波警報が発表されたにもかかわらず、通常の放送を中断しなかった。RAB テレビでは昼前に1回、午後に3回、5分前後の関連情報を伝えていたが、この件については、 番組モニターによる批判的な意見があった旨が公表されている。過去、ありがとうございます。